スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。はい、私が主に取引しております5つの通貨ペアプラス2合計7通貨ペアの冷やしチャートを今回はご覧いただきます。冷やしチャート、1本のローソク足に1日の値動きを表しましたチャート画像です。先週の動画でですね、この米雇用統計で、出たこの下髭のここの部分もあまり気にしなくてもいいんではないかということを多分お話したと思うんですけども、まあまあ、ね、心当たりで。ちょっとここね、もう少し下にずらして、120.550 ぐらいですかね。この、ここですね、このライン。そして下がまあ 119.700 円。この心当たりのまあレンジの、リピート系注文ですね。YJFX さんのリピートレとか、あるいはトライオート FX の、レンジの仕掛けとかね、そのあたりでこう上下往復狙っていくのも面白いかなと思います。ただちょっとあまりにも長く続いているのでね、どちらかに抜けた時が怖いんですけども、まあ材料どうですかね。まあ日本の金融緩和とかがない限りどうかなというとこなんですけどね。はい。で、ユーロ円ですね。ユーロ円はまあユーロドルの方に釣られた形で、まあ先週ユーロ円、A ポンド円、ユーロドル、そしてポンドドルと、これからのご覧いただく4通貨ペア、すべて強気かやや強気としたと思うんですけども、まあ、予測的中しました。で、米ドル円もね、レンジじゃないかということで、まあ、前回は結構大当たりだったんですけど、まあ、逆に今週難しくなっちゃうんですけども、でですね、ユーロドルの方に釣られた形で、ここでまあ、とりあえず、はい、目先の目標は達成してるんですけども、ユーロドルの方を見ると、まだ上値余地があるので、まあ、ここまで行くかどうかわからないんですけども、まあ、もう少し、まあ、上がってもおかしくないかなとは思います。はい。で、ポンド円、冷やしチャートですね。こちらもポンドドルに釣られる形で、上がっていきました。はい。なかなかもう陽線が連続が続いています。でですね、まあ、ちょっと金曜日に、上髭、長めつけてて、まあ、ポンドドルの方を見ても、というところなんで、まあ、週の初めはちょっと様子見でいきたいかなと思います。はい、ユーロドルですね。ユーロドル、まあ、強気予想だったんですけど、まあ、週の初めちょっとね、ぐだぐだとした感じで、伸ばしていきました、その後は。でですね、まあ、ここまで来れば 1.14 半ばかな、ぐらいまでは、まあ、つけるだろうなと思ってるんですけども、さらに上もあるかなと、もう思いますね。ここまで、このゆっくりペースでここをつけても、それで達成で下がるよりも、むしろもうちょっと上試しに行こうかっていう方になってもおかしくないかなと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、ポンドドルですね。こちらまあ先々週からロングポジション持っていて、やっと、はい、利益確定できました。ね、なかなか時間かかっちゃったんですけど、まあそれでもまあ、1.153、半ばですか、このあたりでまあ、と陰線が出てしまって、まあ、またここでズドンと下げるっていうことはないと思うんですけども、一旦ここをタッチしてですね、そこからまた上昇していくということになれば、ロングポジションを持ちやすいかなと。そうなってくるとね、また上の方も、狙えるのかなと思います。ただ週の初めはちょっと、慎重にいきたいと思います。はい、週足で見るとこんな感じですね。まあ、前回、とかもお話したんですけども、ここあたりちょっとね、ここ数ヶ月抜けてないんで、数週間数ヶ月抜けてないんで、まあまあ、自信を持ったロングポジションだったんですけども、それでも2週間かかってしまいましたね。はい。で、まあ、この後に繋がってくるんですけども、このポンドドルを持っていったがためにですね、ちょっとまあ、チャンスを逃したというか、はい、5ドル円ですね、5ドル円。ねえ、すごい勢いで戻してきてますけども、まあ、ここをもう抜けちゃってるんで、こうなると、まあ、89円台半ば、そして、90円台も視野には入ってくるかなとは思いますね。まあ、中国どうこうっていうことがちょっと今、落ち着いてきたので、はい。まあ、どこまで戻すかっていうところですね。で、まあ、先ほどのポンドドルのところで言いたかったのはここなんですよ。ニュージーランドドル円。はい。動画、先週の動画をアップロードした後にブログの方で書いたんですけども、ほら、広瀬通商さんの先読みライオンチャートで買いシグナルが出てたんですよ。で、チャートを実際見ると、わ、これは買いだと思って、本当に悩んだんですよね。あんまりやらない通貨ペアで。ただですね、ポンドドルのポジションを持っていたんで、まあ、複数のポジション同時に持つのはちょっとリスクかなということで、見送ったんですけども、まあ、こんな結果になっちゃいました。で、まあ、それはさて、大きいですね。とりあえず、目先のこの80、
円台後半はつけて、まあ一服になってもおかしくないんですけども、ただ5ドル円がすごく勢いあるので、まあそれにつられてですね、この 82.6 つけに行ってもおかしくないかなと。もう一回ちょっと5ドル円の方戻しますね。はいね、ここがここを目指しに行くんであれば、ニュージーランドドル円も、釣られて上がるかなと。そしてまあここをもしブレイクするようであればですね、釣られてまあ同じオセアニア通貨ということで買われる可能性もあるのかなと思います。ただまあちょっと私普段あまりやらない、通貨ペアなので、この2つに関しては自信はそこまでありません。ただ先週は本当に買いだったなと後悔しております。はい、で来週の重要指標などなんですけども、私が特に重要と思うものはありません。ただですね、米国の経済指標が多いので、週後半、半ばから後半にかけてですかね、ご注意ください。まあそこであまりにネガティブな結果が連続、あるいはポジティブな結果が連続ということになれば、あ、まあ強いドル買い、ドル売りの流れに可能性もなる可能性もありますのでね。はい、まあこういった指標発表のスケジュールは、こちらの検索キーワードもしくはこの動画の説明欄に URL を貼っておきますので、そちらからご覧ください。その他の来週の戦略、米ドル円はレンジ内、ユーロ円はやや強気、ポンド円は週の初めはやや弱気、ポンドドルはやや強気、ポンド、あ、ごめんなさい、ユーロドルですね、ユーロドルはやや強気、ポンドドルは週の初めはやや弱気ということで、まあ、ポンドに関してはちょっとね、週の初めは様子を見たい、まあ、そして、そうですね、はい。今のところ、まあ、よくね、週末に IFO 注文でロングとかショートの、注文出すんですけど、今出したい注文ないかな、あえて言うならちょっと米ドル円のレンジで、ショーロットでね、まあ先ほど見ましたけども、トライアウト FX もしくはリピトレで、そういったものも面白いかなとは思います。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。はい、今回は週末恒例来週の戦略だったんですけども、ちょっとねこれ以外のコンテンツも、だんだん増やしていこうかなと思っておりますので、チャンネル登録をお願いいたします。そしてうざい LINE スタンプ、関西弁の小手川兄さんシリーズ第3弾まで、発売されております。よければこちらもお願いいたします。私のブログはこちらの2つありますので、このブログの動画解説欄 URL を貼っておきます。そして、こちらの検索キーワードでも検索してみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。